航空自衛隊が導入した F-35 戦闘機が、アメリカとの合同訓練を行ったって本当なの？何言ってんだよ。F-35 を導入してから初めての訓練が2020年には行われたはずだぜ。そうなんだね。導入当初の訓練に関しては報道されてたけど、アメリカとの合同訓練は知らなかったよ。まあ、今回の合同訓練は今までの訓練とは少し違っていて、日本の F-35A 戦闘機とアメリカの強襲揚陸艦とが、合同で行った訓練で、今まではこんなことなかったと思うんだよね。当初は一部報道規制もかかってたみたいだから、知らない人も結構いたんじゃないかな。アメリカとの合同訓練でも、戦闘訓練や、緊急時の離発着訓練なんかはよく聞くが、アメリカの揚陸艦まで参加する訓練は聞いたことがないよな。そんなに珍しいことなんだね。そうだね。アメリカとの合同訓練でも海上自衛隊との訓練で、強襲揚陸艦が参加するのは珍しいことじゃないよね。でも、戦闘機の訓練に強襲揚陸艦が参加するのは稀なことだと思うよ。一部の軍事評論家の間では、この合同訓練には、普段の訓練とは違う何か別の意味が隠されてるんじゃないか、と言われてるんだよね。それじゃあ今回は、この訓練はどんな訓練だったのか、どんな意味が隠されていたのか、見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年10月、航空自衛隊三沢基地所属の F-35A 戦闘機2機が、太平洋上の長崎県佐世保基地所属の、アメリカ海軍の強襲揚陸艦と合同の戦術訓練を行ったそうなんだ。公式な発表では、航空自衛隊の F-35A はアメリカの海兵隊の F-35B との共同訓練の事例はあるが、強襲揚陸艦との共同訓練は初めてで、その訓練の目的は、日本とアメリカとの間で対処能力とそれぞれの技量向上とされてたんだ。目的の公式の発表は従来通りの当たり障りない目的だよな。実際の訓練の内容的にはどうだったんだ？うん、そうだね。でもこの時は訓練の内容までは公表されなかったんだよね。でも、日本やアメリカの軍事評論家やメディアの取材や調査によって、その内容の一部だけは見えてきたんだよ。それそれ、それが知りたいんだよね。今回行われた合同訓練では主に航空自衛隊の F-35A がアメリカの揚陸艦と連携を取り、連絡の取り方、フォーメーションの展開指示などを主に行ったようなんだよね。今後、航空自衛隊は、海上自衛隊護衛艦、出雲、加賀の軽空母化に伴い、垂直、短距離離発着型の F-35B 戦闘機の導入を予定しているから、そのために、アメリカの揚陸艦を軽空母に見立てて、将来的に空母運用のノウハウを経験するための訓練だったのではないかという見方が濃厚だと思うんだよね。日本の護衛艦の軽空母化と F-35B 型の先の運用を見越しての訓練だったということだな。そうだね。実際に戦闘機上から見る空母の視認方法、空母護衛する方法などは、相当な訓練が必要だと言われてるからね。それじゃあ、揚陸艦じゃなくて実際のアメリカの空母で、訓練した方がより実践的だったんじゃないのかな？それはそうだろうけど、太平洋上にアメリカの空母を出して日本の戦闘機と、合同すれば中国を刺激することになるだろうからね。そこは少し気を使ったんじゃないかな。それがわかるのが、2021年に行われた日米安全保障委員会で、西太平洋地域や尖閣諸島などで、不当な海洋進出を展開している中国に対して周辺諸国への脅威となる活動と明確に懸念を示したことで、日本の安全保障は安泰だと示すことができたと思うよ。もちろん、表明や声明では大きな効力にはならないだろうから、中国を牽制するために講じた策が、今回の合同訓練だったのかもしれないね。実際に、この会議が行われた後に自衛隊と、アメリカ軍による訓練が日本各地で行われてるんだ。この訓練では、いろいろなシチュエーションで行われていて、陸上、海上、航空自衛隊とアメリカの陸軍、海軍、空軍、海兵隊が、様々なミッションを想定して合同訓練が実施されて、日米の軍事力の連携強化が進められてるんだ。中国はこの訓練を実際どう思ってるんだよな。中国もロシアとの合同訓練を行って、日本近海まで圧力をかけたことがあったからな。やってることは似たようなことだから、当然中国も深い意味は思ってるよな。ところでよ、普通離着陸型の F-35A 戦闘機と垂直、短距離離発着型の F-35B の導入機数はどんなもんなんだ？そうだね。でも2021年末の時点では正式な導入機数は発表されてないんだよね。あくまでも予算請求書などからの予測だけど、A 型が47機、B
B 型が8機、アメリカに発注されてるみたいだね。2021年3月の時点では実際にアメリカから納入され運用が確認されたのは A 型の21機ということだね。これから、導入機数は増えていくんだろうけど、いつまでに何機運用するかはまだ分かっていないんだよね。でも、F-35 戦闘機の導入に備えて、必要な乗務員の育成、訓練は順調に進んでいて、運用後の整備拠点として、三菱重工業小牧南工場に、F-35 を整備するための整備拠点が設置済みなんだ。今現在、すでに配備済みの21機は2021年末の時点で全機、青森県三沢基地に配備され、北部航空方面第3航空団第302飛行隊の所属とされてるんだ。今後、小松基地などへの配置替えも検討されているようで、それが進んでいくことにより、現行機の F-15J などから置き換えていく予定だとされてるんだ。ねえ、日本には多くの基地があるのになんで小松基地なのさ？もっといろんな基地に数台ずつ振り分けた方がいいんじゃないの？うん、そうだね。その理由についても説明していこうか。なんでこれだけ基地がある中で石川県の小松基地なのかというと、航空自衛隊小松基地は日本海に面していて、ロシア、北朝鮮、中国に最も対応しやすい位置にあって、スクランブル発進が最も多い基地で知られているんだよね。そして、近くの日本海上に広大な訓練空域が設定されていて、F-15J が2機飛行隊所属していることから、最新鋭のステルス戦闘機 F-35 を配備するのに十分な訓練環境が、整っていることも選定された大きな理由になってるんだ。さらに小松基地には全国の航空自衛隊パイロットを指導する、飛行協同軍が所属していることも理由の一つだね。飛行協同軍って初めて聞いたけど何なの？飛行協同軍とはアグレッサー仮想敵と呼ばれていて、航空自衛隊のパイロットの中から優秀なパイロットを選抜し、その人たちが教官となって、仮想敵国のパイロットを演じて実践的な戦闘訓練が行われるんだ。アグレッサーに選ばれたパイロットたちは、仮想敵国の特徴や戦法、などを常に研究していて、高い技量で仮想の敵の動きでパイロットたちの疑似戦闘訓練を行っていくんだ。アグレッサーの人たちなくして優秀な、パイロットは生まれることはないと言われていて、次世代を担うパイロットたちを育成し技量の向上に一役買ってるんだ。これも小松基地が選ばれる大きな理由の一つなんじゃないかな。ちなみに飛行協同軍は F-15DJ が使用されていて、イベントの際などの、ブルーインパルスでの曲技飛行なんかでも人気の部隊なんだよね。なるほどね。パイロットを訓練することに特化した部隊ってことだね。それも精鋭中の精鋭って感じでかっこいいね。そうだな。戦闘機のパイロットになれる人は航空自衛隊の中での、一部の超優秀な人たちなんだよ。その中でもさらに優秀な人たちが、飛行協同軍に選ばれるわけだよ。エリートの中のエリートってことだよな。そうだね。いくら F-35 が最新鋭の優れた性能を持った戦闘機でも、その性能を実際の任務で引き出すのはパイロットだもんね。そのパイロットを訓練する人たちなんて、もう化け物クラスのエリートなんだろうね。アグレッサーの活躍でさらに優秀なパイロットが育ち、そのパイロットがまた次の優秀なパイロットを育てる。そうやって、日本の空は守られてるんだね。これからのご活躍も期待します。優秀なパイロットに、高性能な戦闘機、日本の空は安泰だね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録。よろしくね。ありがとう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 。